はい、ということで、また突然始まったんですけど、今、ハルビンの中国のハルビンの空港に来てます。目的はまたあのインドアのスキーレッスン、WSS の総さんたちから依頼されて来てます。ハルビンは、中国の北のエリアなんでロシアの国境に近いというところで、結構前回行った杭州とは随分雰囲気が違う街なので楽しみです。ということで早速バッグを発見しました。 DB The Journey ということで、行ってみましょう。全然 DB バッグはねスポンサーでも何でもないんですけど気に入って使ってます。はい、今到着ロビーに来ました。ここで、張さんたちを待ちます。でハルビンは、成田空港からだいたい3時間ぐらい、結構近いです。で結構北のエリアなんで、さっきその飛行機降りた瞬間に一瞬外出たんですけど、気温多分30度ぐらいでカラッとしてて湿気がないんで、なんか多分北海道とかと緯度的に同じような場所な雰囲気ですかね。はい、あ、そういうことで、はい、張さんと宋さん来てくれました。はい、久しぶりです。なんか2人とも兄弟みたいですね。ウィンターチケットのニューモデルの T シャツで来てくれてます。You also got one. じゃあ行きましょうか。行きましょう。どこに行くんですか。車で来ました。あ、車で。こっからスキー場までは、こっからスキー場までは多分ね40分50分ぐらい。あ、そんなもんで近いっすね。じゃあ行きます。いや暑いな。やっぱちゃんと暑いっす。夏っす。さあここに WSS のクリエイターのロックさんが待ってくれてますね。北京から15時間運転してきたって言ってました。えー、ロックさん、ロングテノスイー、ニハオマン、グッドグッド。わーお、フォトンハイエースかと思ったら、すごい looks like a high S トヨタ、スーパーバン、あーお、マジェスティーシーですね。So many majesty skis ですね。いいっすね。さあここからバンに乗ってみんなでインドアスキーエリアへ行っちゃいます。めっちゃ全然違う。ここ中国なんだな。雰囲気が、街のね雰囲気がヨーロッパっぽい西洋の雰囲気になってます。コンビニです。これまた見たことないコンビニです、ね、雰囲気が完全にヨーロッパのそれですね。ヨーロッパとかニュージーランドっぽい。あ、なんかすごい、あ、そう、ガソスタの中のあれか。あ、ネスカフェっすね。なんか変なコーヒーあったっすよね。お茶、ネスカフェで、ネスカフェ、お茶があるってのがこれですかね。日本のネスカフェとどう違うのか。調査何それ。酢ジャスミン。お酢かと思った。お菓子、そういえば前回来た時全然見てなかったんだけど、お菓子もちょっとあれだね、気になるっすね。あれだ、このあの、そうっすね、炭酸の抜けたレッドブル。どんな味なんでしょう。あんま、やっべ、これそんな思い出した、これめっちゃ甘いんだった中国のコーヒー。えぐいな、ガムシロ20個ぐらい入れたコーヒーだこれ。
あのめっちゃ懐かしいですね。陳さんに朝コーヒー買ってもらった激山のシロップみたいなの来たやつを思い出したっす。雨はい、豊洲に着きましたって言っても分かんないぐらいの高層ビルですね。あっち、ここが今日のホテルです。この成城坂店みたいな坂店は宿って意味らしいです。はい、ホテル着きました。結構あの全然しょぼいホテルって言われたんですけど、めっちゃ広いっす。めっちゃ広くて綺麗です。なんかね、一見外装古かったんですけど、うん、これが日本でいうとこのアパホテルぐらいのレベルのホテルだそうです。今ですね、インターチケットの来年のサンプル来てほしいということで、張さんに、サンプルの方を貸してもらいました。パンツのようなね、ちゃんとオーダー通りの感じの色になってて最高にいいですね。で、ジャケットちょっとこれサンプルなんでサイズが大きいやつしかなくて D サイズかな、なんですけど、まあ本当は僕は C か B を着ようかなと思います。色合いとかね、めちゃくちゃいいですね。うん、生地とかはなんかちょっとこっから変更になるけど、シルエット的には多分この感覚でジャケットパンツともに行くとのことです。さあ、中国来て1食目はマンドゥ餃子。ちなみに餃子麺と1人前でこの量ですね餃子食いすぎっすね。じゃあ1食目いただきます。いや、日本と多分変わんない気がすんだよな。うん、うん、so good。 totally totally same taste、yes. in Japanese type. Wow, it's a very familiar. Good. 美味しい、美味しいけど、美味しいけど、まあ日本ですね。日本の餃子と同じ。夏なら豆のジュース、うん、夏ならこれ飲んで結構体にいい。十分ボカレーは全然鶴見川の水質にしか見えないんだけど後味さっぱりな、うん、さっぱり、小豆の水って感じ、うんうんうん、小豆水っすねこれ、うん、うまいっすね。うまいけど、うまいけど何とも言えない、なんか初めての味だこれはこれって飲み物入れるやつなんて、あの化粧水とかあのオイルとか入れるやつだもんこれ。黒いしブラックオイル。匂いはすごい梅バーマジオです。あ、どうですか。あ、酸っぱくねえこの梅甘い、うん、甘い甘い。いやー、なんかだだだ、サメなんだ。甘いな。とりあえずこれはあんま飲まない方がいいかな今ボンスキーの中来たんすけど、ショッピングモールの中にアイススケートリンクあるなんじゃこりゃ意味わからんいやー、やっぱ意味わかんない国っすね。すげえ。で、この中にスキー場もあるってんだから、はい、来ました、モンスキー。ここは入り口ですね。うん、涼しいですね。涼しい、すでにこの中は涼しい。これね、広州の時はこの中がなんか蒸し暑くて着替えるのが地獄みたいな感じだったんですけど、いい、これはいいですね。このハルビンの、人工スキー場なんですけど、一番最初にフィスのスロープスタイルの大会、室内スキー場でやったのはここなんですよね。なんで結構コーススペック的には大きいジャンプも作れるようなパークがあります。これ値段が、これはレッスンのね、インストラクタープライスですね。1時間320円、マンツーマンだと。で、スキーチケットの値段はこれ、チケットは、ああ、そこだ、これが平日
アドバンススロースーデン、あ、318元ってことは7、8000円ぐらい。しかも俺多分滑れるコースのリミットによって値段が若干違うですね。初級度168で、中級度248、うん、インターミテートスロープって書いてあるのそういうことですね多分。これでプライスが341元。なるほどです。はい、これから、ロッカールームというかロッカールームですらないのがもうオープンな感じのこの場所で、彼らは道具はそのままでいい、そこにソファーがあるからそこに置いとけ、ロッカールームは使わないと言ってるんですが、その監視カメラによって AI がこう追跡してるらしいんで果たしてその防犯対策がバッチリだった話なんですけど、どこまで信頼していいのかちょっと不安になりますが、まあいいでしょう。わーおわーおー、ここがボンスキーのハルビンの右側かな。お、すげー、球団これ一番急、ちゃんと急ですね。はいはいはい、フェスのあれができてる、 あの右側のコースは見たことあるですね、 YouTube で。おー、で、こっちはなんか多分その初級の人たちですね。でかっ、でかっ、わー、わー、来ましたね、ちゃんと。ハロー、リフトがあって、すごいっすね。ハルビンの雪場は就是这样、なんか雪がもそもそのボクボクで、これは多分ね春雪っすね。当初よりもなんか雪が柔らかいって思って、左か、あ、右もあるのか、よかった、リフトチケット。ハンド両方ですね。あ、ジャンプもある、いいね。ジャンプ飛ぶの久しぶりだから怖いな、マジで全然飛んでないから。4月のガーラ以来あ、スミスチェアですね。ここは貸し切りで使わせていただけるゾーンですね。素晴らしい。そうなんだね。講師の時も思ったんですけど、マジでパトロールの人が本当にちょっとなんか頼りない感じがする。滑れないパトロールの方が、そう、雰囲気が明らかに初心者なんだよ、ね、あ、で、あっちもあるんだ、ハイクアップのスペース。こっちにも俳句のスペースがあるの、作ってやってるの、はいはいはい、あ、で、あっち、あそこのにもジブがあって、まあ、今クローズしてるけどジャンプもあって、うん、フラットダウンのレールがついてる、あれっすね、フラットダウンのレールがありますね。側は4メーターぐらいかな、やたらステップダウン、こっちはなんかでかいの作ってるんですね。すげえなー、こんな感じですね。おー、すごい、スキー場だ貸し切りスペースを見に来ました。結構ね、向こうの常設のパブリックのパークよりもいいっすね。ランディングはちょっとピステン一発入れないだったところはあるんですけど、まあスピードも十分あるし、ハイカップの場所としても全然いいの。雪がなんかしないけど、ここが一番滑る。明日の貸し切り会場の視察のつもりが。クリマタ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 。Yes。ごめん、私。ははは。ははは。OK OK。ははは。OK OK。OK OK。ははは。
なんか視察のはずが皆さんの詰めたことないスタッフの人たちにレッスンをして、ちょっとボックスとかレールを楽しめるような会になっている。現在8時、夜中の8時半過ぎ。結構ね、やっぱみんな初めてなのにうまいんですよね。そう、ワイドスタンス、右足が前だと思うんだけど、おー、やっぱ右足前の方が、おー、イエーイ。そして出ました、このクソ長ベルトコンベア。ここにもありましたね、これね、めっちゃ長いね、見えん、先が。ちなみにチャイニーズスタイルトイレはこれです。日本のトイレのクオリティとちょっと違いますね。日本のトイレが100点だとしたら15点ぐらいのクオリティです。切った、え、髪切った、髪切った髪切った Me, yeah, 髪切った髪切った Oh, but still you are long hair 髪切った髪切った髪切った。ああ、今日は何やってんの去年もボーンスキーの講習で会ったんですけど、また会いましたね、ゆうとくん荷物を車に積んでホテルに荷物を送って、この近くのショッピングモールの中でご飯を食べるみたいです。なんか父さんの奥さんがくじ買ってくれたんで、これ一発当てると2000万ぐらい、2000万っす。2等でも200万ぐらい、一発当てに行きます。これがスキー場ですね、超でけー。で、これがハルビンの夜です。なんかスケートパークとか子供たちがバスケットをしてますね。とりあえず今平日の夜9時ぐらいなんですけど、全然子供たちが外で遊んでるっていう治安の良さ。寝なくて大丈夫かな。このバーベキューを早速いただくということで、ハルビンの中では結構肉を食べるのがいいみたいですね。世のすごいな、ほらパチンコ屋かってぐらい、ほらなんかもう入ったらフィッシュあ、ジャパニーズカープね、ジャパニーズカープ、ジャパニーズサイカープ、パチンコ屋やんこれ。あ、そうですね、生きてるやん。わぁ、ここです。你放我这儿吧，放我这儿。你谁点的？我没事。我点的。这个都是你。太过出てきたんだけど。行くんだ。動いてる。え、マジ？口袋要分。これ食うと何が起きるんですか？何も起きないです。タンパク質。うまい。うまい。うまい。めっちゃ。最大的挑战。他のはうまそうなんだけどな。焼肉なんだけどな。虫の肉を焼くのは聞いてねえな。俺の知ってる焼肉とはだいぶ違うかな。最高の焼肉。行きます。あー、きついなこれ。これを端っこかじった。口にするのは結構勇気いります。どう？意外と何も味しないんじゃないですか。これ？あ、そうそうそう。これ多分ね、ここら辺まで多分あの内臓が洗われる。うん？あれ意外とうめえかもしれない。うまいっすよ。意外とうめえなこれ。これは好吃。これ
ね。ただ味はそんなにし、あちちちち、見た目のグロテスクさと裏腹にこの内臓がいらないやつ、結構マイルドな味がする、うん、マイルド、あれと似てるんじゃないですか、あれ、うん、なんかエビみたいな味なんだけど、エビほどプリプリしてない、うまいと思うかもしれない、あの熱いバーグの熱いウニとか、うん、うんうんうん、シャコとかエビって考えたら余裕、いけるわ、いけるでしょ、いける、いけるでしょ、グッドグッド、うん、顔、顔シーン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 、うん、グッドグッド、いけるいける、虫って考えなければ OK、 台風の来た後の多摩川ぐらい濁ってるジュースです、でもう多分うまい、多分うまい、梨のジュースですね、なんかこの地方で梨を冬マイナス30度ぐらいのところに置くと真っ黒になって甘さが凝縮してそれをジュースにしたやつみたいですね、なんかすごい濃縮されてる感じ、そうだって売ってるの、うまそう、今日の飯代を当てていきます、当たったら2000万なんで、お、お、金のマークが書いてある、これが何を指し示してるのか分かんないんだけど、これ何、これ3000円、ちょっと怎么才算中呢、あ、もう全部とりあえず3000円、3000円、100円、これがもう当たってるのか当たってないのかが分からない、あ、でも3000円、30円、え、ごまどういうこと、どういうこと、分からない、これ何が当たりなのか分からない、何が当たりなんだこれ、これがいい目が出てるのかわからない、え、で、これ、そうすると、そうすると分かんないね、分かんない、誰も分かんない誰も分かんないかい、これ誰も分かんないの、見てもらおうか、うん、これ何当たってんの、じゃあ、サイモンさん、緊張してるんですか、いや、もう、あの、緊張ない、誰もわからないんかいっていう、まず、めちゃくちゃ複雑みたいです、そんなくじ作る必要ある、ガチ、左边是300呀，怎么可能只是，哦，还有1000万円ぐらい、ガチで、ガチでらしいです、ガチで当たった、2万が当たった、あの写真撮りたいから、ガチでやった This is real newbie いきますか、はい、この謎のくじの意味が解明してもらったんですけど、これなんか3つのゲームに分かれてて、これ1個目のゲームがこの今数字がバーって書いてあって、その下に金が書いてあるんですけど、27と20と24が当たりなんです、でここの数字の下に書いてある数字お金の全部もらえると、だからそれ以外はもらえないんで、35とか19は3000元なんですけど、これはまあもらえないんですけど、ここの27、300元、あとこの辺全部総取りっすね、100元も取った、これでトータルで700元ぐらいで、ゲーム2が数字が、この数字が同じだったら当たりで、これ全部当たってるんですよ、まあ、30元なんですけど、これで150元、ゲーム3はこのみかんのマークが出たら当たりで、お金のマークはかける2倍金額の、なんでこれみかんが1、2、3、4、5個で、まあ、全部30元なんです、これ150元、そしてここ300元の合わせて700元で1000元、2万円、2万円ちょい、
そうです、ね、監禁してみて、これで全然ルール違うよって言われたら、みんな中国語読めてるみたいな感じになるんで、はい、楽しみに、はい、行きましょう。初日の夜です。とりあえず今初日というかもう2日目に入っちゃって12時回ってるんですけど、まあ、今日の朝6時半ん、いや違えな、7時ぐらいに起きて、で7時半の電車に乗って成田行って、で3時ぐらいにこっちに着いて、5時ぐらいから9時まで滑ってチェックしてみたいな、で飯食ってみんなでなんかちょっと話して明日のミーティングして、でまあ部屋戻ってきたらもう11時50分ぐらいですよ。まあ、正直後半結構、おもろかったんですけど眠くて何も面白いことも言えなかったですしゃあないですね。今日はちょっともうこの寝て明日頑張ります。明日からスケジュール聞いたら怒涛の5連チャンですね。5日間連続でレッスン、しかも初日は朝の10時半から17時までやるみたいな、めっちゃ長くねっていうところで、ちょっと日本のスタイルとは違うんですけど、とりあえず5日間この絶望的に疲れているところから走り抜けたいと思います。ではおやすみなさい。